さあ、レッツゴーキューピーポッドキャスト版始まりました。今回はダースよろしくお願いします。お願いします。さあですね、今回ですね、やっぱりこの大手から来ていただきたいということでね、どこででしたっけ、なんか飲みながら話してましたよね。そうですね、はい、で僕ポッドキャストやってるんで、はいはい、出てもらえませんか、そうですよね、っていうお話をね、ぜひということでさせてもらったんですけれども、はい、ご紹介しましょう。ブリヂストンゴルフで広報でいいですか。そうですね、はい、広報を担当されてます浦部さんです。はい、よろしくお願いします。浦部さん、いつもね、はい、まあ、ちょっと本当は袖にいるんですけど、はいはい、ね、ツアー担当の面白おかしい記者と ね、 あ、そうですね、よく飲み行きましてね、はい、ありがとうございます。まあ、飲み友達というとこですか、はい、ね、なんですけれど浅草あたりとかですね。そうですね、多いですね、なんですけどね、もともとね、はい、浦部さんってツアー担当でしたよね。はい、そうですね、入社が1997年なので、うんうんうん、そこから最初ゴルフトーナメントの運営をする部署っていうのは会社にありまして。なるほど。そうですね、いわゆるツアーを、主催者さんと一緒に、まあ、作り上げていくっていう部署があるんですけど、うん、まあ、そこに5年ぐらいいまして、うんうん、でその後そうですね、ツアー担当、男子ツアーの担当にちょうど2002年からかな。入社は1997年、97年、はい、5年後ですか。そうですね、なるほど、はい、やって、あれブリヂストン1本。そうですね、はい、なるほど、はい、そうですか。浦部さんにとってブリヂストンゴルフ、はい、どんな会社ですか。そうですね、まあ、自分だけのこと言えばすごい居心地がいいですし、ほうほう、はい、まあ、なんでしょうね、まあ、ゴルフに出会った時が、まあ、ちょうどジェイズというブランドがまあ強くて、でまあちょっとこう、まあ、下手くそでしたけど、まあ、憧れみたいなのもあって、はい、いやいやいや、でまあ実際中入ってみて、まあ、いろんな、もうその当時やっぱり尾崎直道さんですとか、丸山さんですとか、めちゃくちゃまあこのスーパースターもいっぱいいましたし、であとまあ会社にいる中の仲間も結構いい人間が多いので、なるほど、まあ、そういう意味では本当にもう好きで25年6年させてもらってるっていう感じですかね。なるほど。そのジェイズの頃からですかね、国産ボールとしてはナンバーワンですよね。そうですね、その当時はそのもちろんジェイズ、WF ですとか、あと、うん、レイグランデね、レイグランデ WF、はい、あとまあニューイングですとか、ニューイングね、本当に皆様に愛していただいたものがいっぱいあって、はいはい、そうですね、めちゃくちゃ売れてたっていうのは聞いてますね。なるほどね。ちょうど97年入った時は、そうツアーステージの切り替わりの年ぐらいですね、ほうほう、私は。なるほど、そうですか。ちなみに、はい、浦部さん、多分ご存知だと思いますけど、はい、散々その CM でツアーステージっていうのが立ち上がる、はい、新しいブランドが立ち上がるっていう時に、はいはい、最後こうアイアンをパーンっていってボールがピャーッと飛んでって、はい、ツアーステージって流れるんですよ、はいはい、あれ打ってるの僕ですからね。ありがとうございます。はい、あれのあれのおかげで、はい、ツアーステージがかっこいいボール。いやいや、待ってください、それと違うと思いますけど、僕の意見で TS201、はいはい、ね、伊沢俊光さんが使った、はいはい、ロングアイアンだけポケットヒャブになってるモデルでしたね、そうですね、はいはい、あれが一番最初にツアーステージっていうのになって、はいはいはい、そうですね、僕はかなり早い段階からツアーステージっていうブランドが出ると知ってたんですよ、はいはいはい、そういうことですよね、はい、準備をお手伝いいただいてたってことですもんね。そうなんです、はい、もともとブリヂストンさん、僕ゆかりが結構あって、はい、まあ、当然ですけど秩父で研修室やってましたから、そうですね、我々のボールの開発センターですか、工場ですとか、はい、そこにありましたね。そうなんです、僕はスパイクモニターをずっとやってて、 ありがとうございます、はい、アーチパワーっていう ね、売れましたね、はい、あれもね、売れたもスパイクでしたけど、はい、あれの後に木型が一回変わるんですけど、はい、その時に僕ずっとモニターやらせて、はい、木型が変わること知ってる、いやいや言ってましたから、ね、それって当時ありますって、はいはい、で、まあ、当然ボールも、はいはい、いましたし、はい、ブリヂストンの社員の方がね、はい、メンバーさんでもいらっしゃいましたから、そういうことですね、はい、その、はい、当時関さんが練習されてたゴルフ場が、まあ、秩父にあってってことですね、はいはい、高裁堂埼玉っていう ね、ゴルフ場だった、はい、まあ、今ザ・ナショナルって名前変わりましたけど、はいはい、ブリヂストンの方やっぱりいらっしゃって、そうですよね、はい、でね、まあ、ツアー担当されてまして、はい、まあ、クラブも当然ですけど、そうです、ね、ナンバーワンでしたしね、そうですね、その国内においてはというところですから、はい、まあ、やっぱりブリヂストンさんといえばやっぱなんとなく私の勝手なイメージですけど、はい、アスリートのイメージ、そうですね、はい、まさにがありますが、はい、なんかどうなんですか、そのプロとか、うん、ツアー選手から吸い上がってくるそのニーズ、はい、とかってものは、はいはい、そうですね、例えば
あのドライバーだったらどんな意見が、はい、当時でいいです、多かったんですか。そうですね、まあやっぱりとはいえあのたくさんの選手を抱えていたので、この人それぞれかなり好みが違いましたね。それこそその見た目の形状、まあ丸型が好きだったり洋梨が好きな方もいれば、あとあの FP の出具合ですね、出てる方が好きな方もいればそうじゃない方もいたりとか、そうですね、でその辺まあいろんなことがあったんですが、まあ、その中でやっぱりその時のトレンドに合わせたものが最終的には売り物にはなってったとは思うんですけど、うん、やっぱりまずは飛ぶことが第一ですよね、うんうんうん、当時のジャンボさんのクラブ選びがそうだったので、そうですね、うん、まあ、そこのなんて言うんでしょうね、系譜みたいなこう脈々と受け継いできて、うんうん、でかつやっぱりそのコントロール性っていうところもかなり重要視されてたので、うんうん、まあ、あのかなりこううちの開発陣は大変だったんじゃないかなとは思うんですけども、やっぱりこう飛びとこうコントロール性の両立みたいなところがやっぱり一番だったんじゃないかなと思います。まあ、あのすいません、あの答えづらいお話だと思いますけど、はい、だいぶプロトタイプがいっぱいあったみたいですね。そうですね、今もちょっと自分からこの辺まで言おうかどうか出かかったところではあったんですけども、はい、僕はあのやっぱりお膝元にいたんで、はい、やっぱり、ね、あの、ね、何これっていう顔の、そうですよね、2308もいっぱいありましたね。あ、その年あんまりね、私はまだそこまでじゃなかったんですけど、 そうですか、その後のツアーステージ入ってからは、いろんなものを見てきましたね。そうですよね、はい、いや本当にまあだからまあ、いわゆるプロが、はい、あの好む、うん、ね、ニーズっていうのに対応しようと思って、まあそれもあるんですが、やっぱそこで得たものがたまたまその時商品にならなくて、また次のものにフィードバックされるみたいなところありましたの で、 そ、 で、はい、そこはそういう意味では本当たくさんのプロからいろんなお話を聞いて、うん、でそこにまあ対応させてもらったっていうのはすごく価値があったんじゃないかなというふうに思います。なるほど、そうですか。どうですか、男子と女子、はい、まあ、当然多くプレイヤー含まれてますけど、す、ね、まあ、男子が担当でしたから、ね、まあ、あれなんですけど、どうですか、女子ツアーとやっぱ好みって違うんですか。ちょっと正直本当に申し訳ないですけど、女子ツアーはその11年男子ツアー担当やってて、ほぼ1回も行ったことがなくて、直接やっぱりその細かなその感覚の分って触れてないので、まあ何とも言えないですけども、やっぱりあのこだわりが強いのはやっぱり男子だなと思うので、よりこう繊細な対応が必要なのはやっぱ男子の方だなと、まあウッドもそうですし、そのアイアンですとかウェッジの仕上げとかも含めて、やっぱりそのギアに対するこだわりの強さってのはやっぱ男子ならではなんじゃないかなっていうふうには思ってますね。いや、もちろんあのツアーの現場でいらっしゃってるんですけど、僕のイメージね、ブリヂストンさんって、はい、まあ、ちょっと選手抱えてるのも多いせいなのかもあるかもしれませんが、いい選手見つけてくるのうまいですよね。そうですね、そこはやっぱりあのアマチュアの、ま、チーム、アマチュアの選手の対応してるチームもあるので、そこは本当にあの草の根活動じゃないですけども、うん、そうですね、あの例えば、まあ、高校生大学生の子たちにも、まあ、我々のボール使ってもらって、まあ、そこでなんて言うんでしょうね、いい環境を作った方が、まあ、こうプロにちゃんと上がってきてっていうところが一つと、うん、あのまあ、上手いだけじゃあのこう関係を続けていけないっていうんでしょうかね、うん、モニターさんになっていただく方もやっぱりあの例えばまあしっかりこう自分のことを律せる人みたいな、うん、まあ、両方その上手いかつ、まあ、なんていうんでしょう、ちゃんとした人って言い方でいいのか分かんないですけどね、うん、まあ、そういうところをかなりうちのアマチュア担当の子たちが見てくれてるので、まあ、活躍した子たちもまあ人気があるっていうのはそういうところも一つなのかなっていうふうには感じております。まあそうですよね、まあ、あのブリヂストンとしてジェイズってなっちゃうとジャンボさんなんですけど、あ、そうですね、まあ、ちょっとあれはもうカテゴリーがもう、ね、そうですね、1個置いといて、はい、ブリヂストンっていうと、まあ、僕の、ね、世代だと、はい、まあ、丸山修司先輩がやっぱり、ね、伊沢俊美先輩とか、はい、まあ、もうフラッグシップなイメージ、はいはい、あと女子だと、はい、まあ、宮里藍選手だと思うんですよ ね、 うすね、もうセンセーショナルでしたからね、やっぱり僕はものすごくよく覚えてるのは、はい、あの最初スリクソンの帽子かぶってアマチュアで試合出てましたよね。そうです ね、 ね、はい、でスリクソンかぶってて、はい、そのままこれどこと契約するんだろうなと思い、うんうん、どこなんだろうな、どこなんだろうなと思ってたらね、ドンとプロ入りしますなときに B の帽子かぶって、そうですね、ね、はい、あ、ツアーステージか、ツアーステージの帽子をかぶって出てきたんですよね。そうですね、あれなんか裏事情あるんですか、なんかあれは、まあ、たまたまこうタイミングがあったっていうことかなとは思うんですけども、もちろんそのアマチュアの時にあの、うん、ツアーで彼女は優勝して、そうですね、まあ、その時にあの
優勝した試合で使ってたのはうちのボールを使っていただいてたんですよね。あ、そうなんですか。まあ、もちろんアマチュアの選手なんでいろんなものを試せる環境だったと思うんですけど、でもそこでうちのボールを使って優勝してくれて、うん、まあ、あとあのお兄ちゃん2人もすでにまあ我々と契約をしていただいたっていう環境もあって、まあ、いろんなご縁ですとか、あとタイミングとかもあって、あとまあ製品の評価をすごく高くしていただいたっていうところで、まあ、そうなったっていうのがまあ事実ベースかなとは思いますね。いや、あの最近だとね、あの大谷翔平選手が、あの、はい、ワールドベースボールクラシックで、はいはい、ね、最後、ね、チームメイトを三振取って、うん、優勝、帽子投げる、うん、アニメ、いやアニメにならないだろこれもうベタすぎるわみたいな、すごかったっすね、あったじゃないですか、はい、で僕がやっぱ最初に見たその宮里藍選手の優勝、うんうん、あのアマチュアで、はい、もうあれ、ま、僕漫画ですよ ね、うん、そうすね、あんなことがあると当時思わなかったから、うんうん、ね、今なんかちょっとワンチャンありそうな感じじゃないですか、ね、増えてきてますからね、うん、なんですけども、あんなことがね、うん、現実に起きるんだと思って、そうです、ね、いやーびっくりして、その後ね石川遼選手が、そうです、ね、アマチュアでまた優勝するっていう、はい、サクセスストーリーが、まあ、あるわけなんですけど、あの日いました会場に、遼君勝った日に、あ、私はあの、そう、宮本さんでしたっけね、あの争ってたのが最後優勝、なるほどなるほど、その応援で言ってて、あれもあの事件を見させていただきました ね、もう立山先輩がねこうやって手を挙げてね、こうやってバンカーからチップインしてね、はい、これでもう、うん、逆転優勝ですよ ね、 そうですね、やっぱりね、あの宮里選手というと、もうとにかく人格が、そうですね、もちろんプレーも素晴らしいんですけど、ね、その上に、はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、コミュニケーション本当素晴らしいので、はいはいはい、私 の、 あのレッツゴキューピーでも、はい、あのね、あのダースと一緒にカメラ入れさせていただきました、はい、あの宮里さんとね、あのディスカッションとかね、ダースね、はい、見たでしょ、はい、見ました、あの素晴らしいよね、あそこまでキューピーさんの方が有名人と言われることがあるとは思わない、いやいやいや確かに言ってた、あれはリップサービスだからいやいやいや、真に受けちゃダメだから本当に宮里愛をして言わしめたっていう、ね、いや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 、あれですよ、それじゃ説明しましょう、視聴者分かんないからね、はい、一恥ずかしいな俺自分です、いや、あのね、あのお兄さんと、あの清さん、清さんと、はい、あ、宮里愛選手がプロがね、はい、横並びでいらっしゃってて、製品についてこういう感想を持ってるということで、質問がありますかっていう話があった、はい、質問はないんだけど、いや僕が今まであのブリヂストンっていうとクラブはこういうもんでて、こういうことがあったね、今回のすごく楽しみですねって話をしたら、あ、こっちへ来てください、こっち喋ってくださいっていうふうに そうですよ、言われて超恥ずかしかったって話でしょ、もうでも、でもそういうチャンスだったじゃないですか愛ちゃんの隣に座るチャンスを蹴ったじゃないですか、いや、いや蹴ったんじゃない、言い方な、うん、ちょっと蹴ったんじゃない、遠慮したんですよ、いやいやいや、そこは遠慮しちゃダメですよ、ね、いやいやいや、だってそれで、はい、そうですかって、あいつ、ね、あいつマジやべえって言われる、あいつ他にもね、かなり、ね、いろんな方が、ね、いるからね、いらっしゃいましたからね、そうなんですけど、いや、まあでもそうか、チャンスだったらチャンスだった、確かにね、うん、まあ、写真も撮らせていただいて、そうですよ、はい、もう本当に気さくな方で、はい、ありがたいなと思ったわけなんですが、さあ、ここでですね、ちょっと本題に移りたいと思うんですけども、はい、はい、実際ちょっと目の前にもうすでにあるんですけどもね、はい、僕の一個下のプロが映ってますけど、一個下の年下の、はい、はい、僕は言えますから、コーラ買ってこいって、はい、言えます、マジでマジで言えますか、いやいや、本当やめて、出す英語できるからさ、本当あって、あ、ないと思うんだけど、タイガー・ウッズ呼んでって言ったら呼べます、いや、やめてよ、だから呼べますよって呼べたら、本当、うん、取材陣いっぱい来ちゃうよ、多分、いやいや、こっちが先ですからいや、まあ、先にバミっときますから、まあ、もう、はい、永遠にないと思いますけど、まあその辺は一個置いてですね、さあ、はい、2月の9日、はい、でした ね、 そうですね、新しいボールが出るということで、はい、商品名は、はい、ツアービー X、 あと XS になりますね、はいですね、はい、これなんですけども非常に好評で、そうですね、はい、はい、ご好評いただいてまして、本当に嬉しいなと思っております、やっぱりね、うん、こう長くボール、実は、うん、今年であのボール作り始めて93年っていう結構長い歴史を、93年、93年、はい、あ、そんな長いんですか、はい、まあ、我々ブリヂストンでグループで、あのタイヤのブリヂストン多分有名で、多分まあ古いんだろうなって皆さん思っていただいてると思うんですけど、タイヤを作り始めた翌年からゴルフボール作りも始めてまして、ボールを、まあ、開発し始めて93年って感じですかね、はあ、じゃあもうやっぱり歴史があるから、そうです ね、 ね、こういうふうに消化していく、そうですね、ってことですよね、はい、うん、まあ、今回もこれもかなり自信作でできてきてるので、うん、
まあ、発売になりましたらぜひお試しいただきたいなと。いやね、ボールだけは僕やっぱり新興メーカー絶対かなわないと思うんですよ。うん、まあ一番はまあ特許でしょ。もちろんそうです、ね。特許の量ね、メーカーさんが持ってる、はいメーカーさんが使えるそのテクノロジーというのかな、ねね、あの技術っていうんですかね、はい、っていうものがやっぱ独占的にあるから、ね、要素まず使えないっていうのはあるし、うん、今言われたようにフィードバックの多さですよね。そうですね。トライアンドエラーも含めて。そうですね。はい、まあ。あのね、いろんな歴史がある中でこういうことがあったと、はい、今消化してるってことになるわけなんですけれども、はいはい、さっきちょっと説明しようかな、はい、その黒箱なんですけれども、はい、これは何ですか。これはですね、私開けちゃっていいですか。お願いします。じゃあじゃーんと黒箱、まあ、これあの普通のよくある黒箱ですけど、はい、中にまた黒いね開けても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 ね、マトリョーシカみたいな。いきますね。はい、どうぞどうぞ。じゃあ、はい、オープン。タイガーウォーズ、タイガーからのお手紙、はい、関さんにっていうことで。あ、そうそう、これ私も実際ねいただいたもんなんですけれどもですね、はいはい、いや分かんなくて英語が、はい、そしたら、はい、今すごいっすね、 iPhone の写真でかざすと訳してくれるんですね。でなんかあの何でしょうか、すごい片言っぽい通訳でしたけど、そうですよね。まあ、なんとか要するにメディアの人たち、そうですね、私がね、はい、一緒に共に歩んできた、そうですね、ボールが出来上がったので、はい、ぜひ、トライしてくださいみたいなことですね。そうですね、言うたらね、はい、そのなんですけど、まあ、やっぱり開発においてはもうタイガー一緒に作ってきてるので、ね、なるほど、ちょっとここでいきましょうね、はい、まあブリヂストンさんのねボールはもうボール作り長くて、はい、でまあ、日本で、まあ、当然売れてるっていうのは当たり前なことなんですけども、アメリカでも今相当売れてる。そうですね、状況ですよね。まあ、なんでしょうね、無性格のところで言うとやっぱりアメリカのそのコナンとかもぶわーって盛り上がりもすごかったので、うん、まあ、それに乗じて我々もかなり頑張ってるっていうそんなような感じですね。でもやっぱり一気にそのアメリカのそのニーズに追いついたというか、うん、そのまあニーズをパッと自分たちのものできたのは、はい、やっぱりタイガーの結構フックとしてはやっぱり大きかったですかね。まあ、その前は結構地味にボールフィッティングっていう活動をやってましてアメリカで、うんうんうん、まあ、それでそのまあ、ちょっとすみませんがタイガーからずれちゃうんですけど、どうぞどうぞ。ブリストンレディっていうボールがあって、ありましたね、柔らかくて、まあ、女性向けみたいなんだけど、はい、実際使った男性の方がめっちゃ飛ぶみたいなのがあって、うん、まあ、要はあったボール使いましょうみたいな活動を結構地味にやってきて、まあ、そこで多分下地があってさらにそこにこうタイガーが来てくれたのでっていうところはあるのかなっていうふうには思ってますね、うん、いやーやっぱりセンセーショナルでしたよ。そうですよね。だいたい等身大のタイガー の、うん、なんていうんですかね、うん、看板みたいなのが、はいはい、ボール持ってダーンって、ね、そうですね、2017年からですね。あ、はい、そうですか。でどちらもう6年7年、ね、7年目ってことですか。そうですね。あ、なんですけれどもね、もともとそのタイガーが選んでくれた理由って何かあるんですか。そうですね、まあ、なんでしょう、まあ、彼のよく言ってるそのボール選びの時に、うん、まあ、このウィンドウにちゃんと入らなければいけないみたいな。ウィンドウ、ウィンドウ、そうです、なんですかウィンドウ、ウィンドウ、まあ、彼がちょっと待って、いやいや窓は分かるよちょっと窓は分かる、でもちょっと違うじゃん、うん、今意味が。そうですね、さすがですね。いや、さすがだ、意味は違うですね。タイガーの言うウィンドウですよね、はい、ウィンドウ、ウィンドウ、ウィンドウ、そうですね。彼はボール風でしょ、風惜しい惜しい、ボケるのも大変だよ、はい、もうはい、続けてください。ウィンドウ、はい、だからボールを、まあ、自分がこれを使うっていうのを決める際に、まあ、パターから打ち始めて、でだん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 こうウエッジから長いからアイアン行って、でフェアウェイ行って最後ドライバー、こういう順番で行くんですけども、うん、その自分が狙って、ここを通すっていう、まあ、架空の窓みたいのを、まあ、イメージして、まあ、そこにちゃんと行かないと、まあ、自分が使うボールじゃないっていうことで選ばれない。まあ、結構この厳しいテストを彼はしていて、まあ、もうちょっと言うとそのあと硬い音がするボールはダメなので、あ、まあ、パターで弾かれる場合とかもあるかもしれないですね、もうウィンドウ以前に、はい、なるほど。そういう彼の感性ですとか、あとまあ思い通りにこう球を操りたいっていうところに、まあ、ちゃんとマッチすることができて選んでくれたっていうのが最初の一作目というか、その2016年モデルって我々は言ってますけど、その時にまあ彼の方から使いたいっていうふうに言ってきてくれて、うん、で、まあ、選んでいただいたっていうのが最初かなと思います、ね、なるほど。いや、N って会社と契約してた時ね、はいはい、ボールフボール作ってた OB の方がいるじゃないですか、はい、
先ほど、いやいや、そうだって言ったかな、あれ言ったかな、はい、なんか食事した時に、はい、アメリカで、はい、知ったら、あ、来週タイガーなんだよなって言ってたんですよ。何ですかって言ったら、定期的に結構合ってるらしくて、うん、でその時にボールもクラブも全部テストするんですって、うん、ひとしきりで、その彼がいる、うん、ところって、うん、ゲートタウンで中に練習場もあって、はいはい、そこでなんか全部テストをやるらしいんですけど、うん、それ結構だから、いや、そういうギアに対するその探求心というか、うんうん、そうですね、結構深いみたいですね。そうですね、うん、なんか結構な2ヶ月に一遍だったか、あ、そんな頻度、そのぐらいだったような気がする。あ、俺そんなに合ってるんだと思ったんですもん、うん、だから、うん、試合にも当然行ってるでしょうけど、うん、そのテストは2ヶ月に一遍って気がするな。3ヶ月、いや、低く頻繁だなと思ったんです。すごいです、はい、なんですって。なんかそういうペースでやるぐらいだから、うん、多分ものすごくクラブのことよく知ってるし、ね、はい、ゴボールのこともよく知ってるんでしょうね、はいはい、そうですね。あと、まあ感覚が鋭いし、まあ、それをちゃんと信じて、うん、まあ、やってるってことなのかなと思う、うん、なるほどね。この新しいボールに対して、はい、タイガーってどういう要求があったんでしょうか、新しくするにあたってね。そうですね、まあ、かなり高いレベルで満足してくれてはいたんですけど、まあ、欲を言えばと彼の言葉で言っていただいて、まあ、欲を言えばもう少しこうディープ感が欲しいっていう言葉を、はあ、来ました、さっきのウィンドウじゃないですけどね、今度ディープ感っていう風に言っていただきまして、はい、深めに深いのが、そうですね。で、まあ、ちょっと我々の、まあ、開発人もこう横で聞いてて、はい、まあ、そもそもそのボール自体 その開発も次どうしようってちょっと悩んでる時期でもあったんですよ、うちの開発人は。で、まあ、ただそこでこうタイガーからディープ感って言ってくれたから、お、これはなんかヒントだって思ったんですけど、でもディープ感ってなんだろうってなっちゃって、ね、でさらにまあそこからタイガーとこういろんなテストを、あとボールサンプル持ってって打ってもらったりしてる中で、まあ、彼が言うディープ感っていうのはその、もちろんこうスピンはしっかりかかるんですけど、そこでこうなんて言うんでしょうね、こう固い音がしない、より静かな音で、まあ、インパクトできるとさらにコントロールしやすく感じるっていうところで、逆に彼が嫌いなその音をクリッキーっていう彼表現するんですけど、こうカチカチいうそのプラスチック同士が当たるような音はまあ好きじゃなくて、まあ、それの反対がディープだっていうことがまあやり取りで分かってきて、まあ、そこに、ボールを近づけていこうっていうところで今回まあ開発されて、まあ、その飛び性能スピン性能かを維持したまんま音を柔らかくするっていう、音を静かにするっていうのがまあ今回できたっていうところですかね。なんかディープ感っていう言葉を私が、はい、純和製の人間が聞くと、はいはい、沈むとか、あ、そうかも、深く行くとか、そう、ね、なんかそういうことでしょうね、うんうん、なんかこう、なんだろうな、ボールがこうギュッとこう、うん、なんていうんでしょうか、はい、圧縮されるというか、こう、はい、なんかそういう、はい、なんていうのかな、ソフトともちょっと違う、そうですね、なんとグググググッとくる感じっていうんでしょうかね、うん、なんかそういうことなのかな、に近いと思いますね。まあ、その前にノリ感っていうことで、前回 ね、その話がありましたけどね、まあ、そこにいわゆるちゃんとこうフェースに乗る感覚で、かつ音がさらにこう静かになったことでコントロールしやすくなってるっていうふうに評価をしてくれてるのかなと思うので、まさにそのグググっていうのはちょっとこう乗る感覚とこう近いのかなっていう気がします。なるほど。タイガー・ウッズは、はい、去年、はい、XS でもともとプレーしたのが、そうですね、X でもプレーしたっていう経緯がありましたけど、復帰を果たしてね、やっぱりなんでしょうね、やっぱりこうちょっと飛びが欲しいってやっぱ思ったみたいで、怪我して少しこうね、スイングスピードも落ちてるっていうところで、まあ、ただ本当に好きなのはやっぱりそのディープっていうところが、まあ、ただまあ X のその飛びでも、まあ、ディープの感覚も今回その備えることができたっていうのは今回新しい X の方のまあ特徴かなっていうふうに思いますね、うん、なるほどね。まあこれみんなが知りたいところだと思うんですけど、はい、前作と比較とかってしたらどう感じるかなとか、なんとかってあります、はいはい、そうですね、飛びに関してはティーショットとかの飛びに関してはもう、まあ、遜色ないっていうぐらいじゃないか、その変わらない、もうめちゃくちゃ飛ぶようになったり、やっぱルールのこともあるにしませんので、まあ、飛びをちゃんと維持しながらそのディープ感を出せてる、コントロール性能を出してる、柔らかくするのは簡単なんですけど、柔らかくすると当然スピンが増えて吹けちゃいますので、ちゃんと吹けずに強い弾道のまんま
柔らかい感覚を出してるっていうのが今回の進化ポイントと、あとアイアンですかね、うん、ちょっとあの3層構造になってる中間層というより真ん中の層を今回ちょっと新しくしてるので、まあそこの効果でこう風に強くなるってことと、アイアンの縦距離が結構揃いやすくなるっていう効果が出るかなと思うので、まあその辺をちょっと感じていただけるとよりこのセカンドショットの恩恵が強くなってる感じ、そうですね、グリーンであるショットで、はい、とか、はい、あの風に負けないというか、はい、今回前評判的に言うとですね、はい、XS あんま変わってねえんじゃねえのみたいなことを言う人もいるわけですよ。まあ、作った方もそこまで大きくそのめちゃくちゃ、ね、あのなんて言うんでしょう、もちろんディープ感っていうところですとか中間層の新しいテクノロジーを入れてるので、うん、なんて言うんでしょう、物性的な進化は当然してると思うんですけど、うん、まあ、感覚的にそれをどこまで人が大きく感じるかっていうのはちょっとどうかなっていうところは、うん、はい、思ってましたね。まあ、すいません、一応事前に送っていただいたんで、はいはい、プレイもさせてもらったんで、はい、まあ、ちょっと冬っていうね、タイミングではあったんですけど、はいはい、打たせてもらったらね、思ったのは、はい、ドライバーで打感が柔らかくなったな、うん、両方とも、うんうん、これもあのイメージ、はい、で僕はずっとあの X を使わせてもらってるんですけど、はい、そうですね、スピンをですね入れに行くショットを打つときに、うん、やりやすくなりました。お前はこういい意味でも悪い意味でもポーンとオートマチックに出てくるので、まあ、そういうもんだと思って打ってるので、うんうんうん、それはそれで全然いいんですけど、はいはい、こうちょっと上目からこう少しヒールから入れてこうグッとこう塔の方に向かってギュッとこう押し込みに行くショットを打つ、まあ、ピンが手前とかね、そういう時グリーン硬いとかって時にこう止めに行きたいとかってショットを打つ時に、うん、あーなるほどこれがディープ感かって感じ、少し乗ってる時間が気持ち長い感じがする、はいはいはい、アプローチも同じ、はいはい、うん、でXS はもともとそうだったから、そうですね、うん、だからもうショットメーカーってこういうの使うんだよな、まあ、やりやすいからやるんだろうなって思いますし、うんうんうん、あれなんですけど、あ、やっぱり X はちょっとだいぶ変わったなっていう感じがね、はい、カバー材に新しい衝撃吸収剤とかも配合してますんで、その辺の効果を感じていただいてるんじゃないかなと思います。いや、なんかだからすっ飛んでっちゃう感じがなくなったの、はいはい、あ、やばい引っかかっちゃったとかって時に割とその助かる、はい、うん、いいですね、っていう感じがとてもしまして、はい、ああもうなんかいいなと、いや、これはもう早く新しいボール使ってプレイしたいと、そうですね、はあ、いうふうに思ったんですけれども、ちょっとね、はい、これは一、消費者としてお聞きしたいのが、はい、ボールを当然テストしなきゃダメですね、そうですね、でヒューマーはもちろんあると思うんですけど、はい、多分マシンとかでも多分、はい、取ったりすると思うんですよ、はいはい、そういう時って自社のクラブを当然使いますよね、そうですね、他社は使わない、基本的には使わないですね、あ、はい、そうですか、はい、なるほど、いや、なんかそういうのもあんのかなと思って、うん、なんか今例えば市場で一番売れてるクラブを持ってきて、うちのボールとの相性はどうなんだろうみたいな、そういうのはないですか、はい、うん、相性、結局その例えばディンプルの差を知りたいとかいろんなことを知りたいときに、やっぱベースとなるクラブを変えてしまうと、うん、まあ、全部がずれてしまうので、あ、開発するってことにおいてはやっぱり一個固定しないと差が出ないっていうところありますよね。あ、じゃあなんか一個そのそうか基準になるこのクラブでいつもやってるから、あ、もちろんその何年も経ってれば常に新しいものにアップデートしてますけど、はい、じゃあ今回のこのボール作りますよっていう時にやっぱクラブを変えてしまうと多分基準が変わってしまうので、スピンの入り方ですとか反発とかも含めて、あ、じゃああれだ、きっとそういう名前つけてるタイガー君とか、あ、でも普通のうちのクラブなんで、うちのタイガー君割れちゃったからあの2号に変えようとかうちのアイアンの比嘉君の方がダメになっちゃったからとかってシャフトがちょっと下手っちゃってるみたいとか、そういうのがなる、愛着湧きますよね、まあ、ちょっとね、なんかそういうのもなんかほのぼのエピソードであるのかなとか、そういうのないですか、普通にやってると思います。あ、そうですか、残念ながら大変失礼いたしました、はい、ちょっとですね、はい、私 PJ ショーでフロリダの方に、はい、羨ましい、行ってまいりまして、はい、一回も行ったことない、あ、羨ましい、行った方がいいっすよ、はい、ぜひ、はい、おすすめだってブース持ってるんですけど、いつかは、はい、なんですけれども、ちょっとそこで、はい、驚いたものを見つけたんですけれども、はい、日本だとツアー B の展開は X と XS、はい、っていう2モデルなんです、そうですね、はい、やっております、はい、なんですけれども、向こうではなんと RX、はい、そうですね、があるのは知ってたんですか、ね、はい、ところが今回 RXS っていうモデルがねえ、やったりやんなかったりですかね、そうですか、2014年にウィストンゴルフ我々立ち上げた時は実は4本柱でやってまして、 あの時一応 XS も日本展開してたんです、あったな、はい、思い出そう、あ、今思い出した、はい、ちょっとお話を聞いたら、
まああれは何ですか、カバーが少し違うんですかあれ。そうですね、ウレタンカバーで、はい、できてますので、うんね、まあうん、そうですね、だから同じそのツアーピーのくくりの中で、まあ、少しこうコアが柔らかいグループという、なるそんなような位置づけだと思っていただければと思います。面白かったのはその、まあこれはじゃあアスリート向きではあるんだけど、こっちはちょっともうちょっとヘッドスピードが遅い人向きなんだよ、うん、 で、 ね、はい、でもヘッドスピードが遅いからってなんかスピンが入らない方がいいとか入った方がいいとかって好みって絶対あるから、ね、はい、ここも2つなきゃダメなんだよってフィッターの方が言ってたんですよ、はい、ああなるほどなと思って、確かになんか一括りで全部やるっていうのも足んなくなるのかなって思ったりしてね、うんうんうん、でまあその辺がやっぱり、ゴルフ人口の多いアメリカっていうところでね、いろいろ考えてる、はい、まあ、あとフィッティングがね、ボールフィッティングを既にやってて、ね、もうかなり長い間アメリカの方はボールフィッティングやってますので、なるほどね。日本だと、そのカテゴリーは日本はないのか。そうですね、その結構そのコアが柔らかいウレタンカバーのボールって今ないので、まあ、近しいので言えば JGR でしょうかね。あ、なるほどね、ちょっとこうコア潰れやすくてスピン減らしてあげて強い弾道で飛ばしてあげるっていうところ、うん、はい、なるほどね。まあ、JGR、はい、もうよく売れてますもんね。ありがとうございます。あれもね、ほんと、え、 JGR はクラブはなくなっちゃったですよね。そうですね、今もちょっとボールに特化して、はい、あれも売れましたよね、クラブね。クラブも良かったですね。やっぱなんですか、はい、プロが使ってるアマチュア、あ、もう使えるクラブっていう、ね、優しいっていうところでしょうかね、はい、はい、のはやっぱ受けますね。そうですね、まあ、分かりやすかったと思うんですよね、カテゴリーとしてね、はい、はい、さあそうなってきてですね、はい、じゃあ次何出すのって話にきっとなってくるんだと思うんですけど、そうですよね、はい、今後の展望なんですが、そうですね、まあ去年の、だから暮れですか、そうですね、暮れに後半、まあ、はい、夏以降B1 B2 でドライバーね、はい、はい、フェースギザギザのバイティングフェースを、はい、あれかなりご好評いただきまして、いやと使ってるんですよ。ありがとうございます。あれいいですね。いいと思います、はい、僕はちょっとだいぶこじらせセッティングあ、そうです、はい、キューピーさん仕上げて、あ、そうです、はい、ロフトが9度だったかな、 9.5、まあ、設定は 9.5 で 9.5、はい、9.5 をロフト1個立てる方向に持っていって、はい、 そうですね、して、そうすると9度、そうですね、あ、違う、 8.75 か、1.25 ですね、 1.25 ですよね、はい、したらじゃあそのぐらいですね、はいはい、になる 0.75 か、だから0.75、そうそう、じゃあやっぱ 8.75 ですね。で、ウェイトの後ろのウェイトをヒールの方にして、はいはいはい、前のウェイトをトゥーの方にして、うん、なんとなく完成モメント大きくなるんじゃねえかっていうね、うん、いやいや、プラシボだと思うんですけど、いやいやいや、はい、でも本当にあーやばいやばい滑っちゃやばいと思ったのがこうこらえてくれる感じがあるから、ね、はい、あーこれは大したもんだな思いまして、はい、あんなにこう綺麗な顔してるのに、はい、完成モーメントを感じるというか、そうですね、うん、まあ、完成モーメントじゃないんだ多分ね、まあ、フェースの効果もあるんですかね、なんか球もね強くて、はいはい、冬時期なのにあんまり距離が落ちてないって、あ、本当ですか、はい、嬉しいですね、なのでちょっとシーズンインが楽しみだな、はい、思ってるんですが、で B2 がありましたね、そうですね、 B1 B2 で、はい、でそこに来てほら、ここでガイブラさんがいっぱい発表になりましたよね、あ、気になります、まあ、確かにインパクトあるなっていうのは思いますよね、見てて、はい、そうですよね、はい、やっぱりどうですか、日本の国産メーカーさんに行って、はい、海外のブランディングというか、はい、戦略候補として考えた時にどう思われるんです、はいはいはい、いや、もうすごい、なんでしょうね、うーん、パワーを感じますね、いろんな意味で勢いよね、はい、なんかこうわわわわわわわはい、うわーみたいな感じありますけど、まあ、言いたいこともはっきりしてますしね、非常に上手だなと思いますし、あとその、うん、なんかこうパワーを感じますね、同じことしか言ってないですけど、はい、いやいや、いいと思います、ね、でも御社も一頃よりかなり何でしょうか、はい、セールスが上手くなったじゃないですか、あ、本当ですか、うん、上手くな、すごい、あ、なんか少しそういうのを見習ってるのかなと思いながらね、勝手に勝手にする、はい、なんか思いながら、はい、あ、ちゃんと言いたいことがすごいよく伝わってくるなと思います、嬉しいです、特にその、ね、絞ってくるじゃないですか、ま、のノリ感、はいはい、そうですね、ディープ感とかね、はいはい、フェースをあえて、はい、広告でダーンと思いっきりこう出してやったりとかね、はいはいはい、っていうようなところ、サスペンションとかいろいろあるんだけど、そうですね、もうあえてこれとんっていうようなね、なんか絞り込みというかっていうのは非常にこうなんか消費者が分かりやすいんじゃないかなと、ありがとうございます、思っていて頼もしく、思うわけなんですけど、はい、さあ、はい、こ
ここで、はい、いよいよそろそろ新しいクラブがまた出る話もちらほら。そうです ねやっぱり、まあ、あの今 B1 B2 の話していただいて、まあ、ラインナップ的にはちょっとまだ足りないなと思ってる部分もありますので、うん、まあ、そこに向けてちょっと準備をしております、ね。まあ、今年開幕からだいぶ絶好調な、はい、女子の選手がね、そうですね、なんか何やらちょっと、はいはい、なんかもう勝っちゃうんじゃないかと思ってこう、ね、ドキドキしながら、いや勝ちそうですもんね、ね、はい、実際ね、2戦目も良かったです、はい、まああの選手がね、はい、なんかそろそろそれ使うんじゃないの、はい、それはその辺のなんじゃないの、ね、っていう、ね、そうですよね、はい、あたりは、まあでもあの選手はすごいですね、すごいですね、あの選手フルじゃないか、それ選手の名前伏せる必要ないですから、あの古谷彩香選手、ね、ウェッティは、はい、ね、素晴らしいですね。もうあの一頃のねすごい強かったの片山慎吾さん見てるみたいです、あクラブの入り方が、うんうん、もう全部レベルでしょ。だからもうああいう人はやっぱりだ、ね、僕はやっぱ思うんだけど、捕まるドライバーをうまく打てる人ってうまい選手ですね。うん、うん、やっぱりあの捕まらないのをバーンってやるのはやっぱパワフルで、うん、なんかこう、うん、なんだろう、自分でこうボールをこう曲げに行きたいとか、はい、そういう人はいいんでしょうけど、はいはい、なんかあんまりこうオートマチックに何もしないでとかって言って、うん、本当にレベルでこううまく打てる選手ほどやっぱり捕まるクラブ欲しがりますよね、うんうんうん、そうですね、あ、はい、あドライバーはね、ドライバーはね、はい、まあアイアンはちょっとまたそこで好みが分かれるんですけど、まああの捕まるクラブがいいっていうし、上がるクラブがいいって必ず言うじゃないですか、古江、はいはいね、さんまさにそういうタイプ、うん、ですよね。こうボールはどっち使ってるんですか。ボールは XS ですね。あそこはね、はい、やっぱり止めたいんだね。そうだと思いますね。あ、まあ、あとまあ結構そのいい条件で本当にスピン量少なくドライバーとかも打てるので、まあ、全然 XS でちょうどいいぐらいのスピン量で打ってくれてますね。今どうですか、国内国外でもいいんですけど、はい、比率、使用の比率は。プロの使用比率だとまあ6473 6.5、3.5 ぐらいで X の方が多いですかね。X が多いんですか。そうですね。あ、なんででしょう。そうでしょうね、その、まあ、ちゃんと飛距離が出つつスピンもしっかりかけられるので、うん、まあ、どちらかというと XS の方は本当もうあのアプローチ勝負というか自分のその特徴いいところをより生かす意味で XS の方がいいって方がこっちなのかなっていう、なんかそんなような見方をしてますかね。なるほどね、はい、まあね、でもねよく言いますよ、ゴルフはボールを止めるスポーツだって、ね、よく言いますけどね、ターゲティングスポーツですから ね、はい、ってなるとやっぱり、なんだろうか、目線が高い人は、はい、やっとなく XS を選んでるなという感じがしますね、うんうんうん、はい、ちょっと僕から質問いいですか。どうぞお願いします。ボールの質問なんですけど、はい、まずアメリカと日本ってデザインが違うんですけど、はい、あ、パッケージですね、はいはい、これってあえてですね、まあ本当にもう正直に言うと結構そのお店のこう棚に並べる時の並べ方、あの日本結構スリーブ買いあったりと、向こうダパーカでボンって置いて、やっぱセンターに B、 そのブランドサインがあるのがアメリカはもう正だってすごい言うんですね。で我々は結構立てかけてこう並べたりするので、うんうんうん、上にブランドサイン出したいんですよね。あ、ここにあのついたてが来ちゃうからね。そうなんです。あ、なるほどなるほど。結構そのブランドサインの位置とかはかなりこうけんけんがくがくいろいろやってる中で、まあ今お互いにまあいい、要はこうなっちゃうとですね。そうですね。なので我々はここに置きたいと。あ、こうなっちゃ分かんないね。あのついたてがこう前に来るので、今ブリヂストンさんのスリーブのパッケージは、一番上の方にB マークが来てると。そうブリヂストンのボールはあそこにあると、そうすぐ分かるわけですね。分かっていただきやすいんじゃないかって、その売り場 その商品展示の仕方の違い、文化の違いみたいなのが結構大きいのかなというふうに、本当は一緒の方がいいとは思いますんで、分かりやすいっていう意味では、まあでもね、あの概ねのデザインはね、あのなんとなく、なんとなくそう傾向としては、はい、近いんですけど、そこでこうやっぱりそれぞれの、まあ、地域性に合ったやり方でっていうのがやってますね。なるほど。ありますか。はい、あともう2ついいですか。2ついもういくつでも大丈夫です。いい、ね、はい、いいよ、ぶっこんできた。アメリカは今マインドセットっていうのがついてるんですけど、はい、日本はつけないんですか。そうですね、マインドセット自体はジェイソン・デイ選手と、まあ、彼のメンタルコーチが、まあ、その例えばスイングのイメージだったりパッティングのイメージを、まあ、よりこう明確にするために開発したものなんですけど、今のところちょっとまだ日本での展開っていうのは見て、やらないとも決まってないんですけど、やるとも決まってないみたいな、そんなような状態ですね。なんかあれ日本が主導じゃないんですね。アメリカ主導ですね。なるほど、はい、なるほど。今関さん使っていただいたはい、あのね、
黒いラインのね、ジャスティン・アライブ、我々、はい、で結構人気いただいてました、うんうん、ですよね、はい、一応この最後の質問なんですけど、はい、これ答えられるかどうかはお任せするんですけど、はい、ボールのルールが変わりました、あ、はい、変わります、はい、ブリヂストンとして、はい、どう対策って今もうされてるんですか。まあ、そうですね、ルールが決まったってことまではもうね公のことなので、まあ、そこに向かってその何でしょう、いつかは多分それに沿っていかなきゃいけないと思うので、何かしらのその対策対なんていうんですね、研究みたいのは、まあ、いろんなものをずっと作り続けていて、結構そのちょっとすみません長くなっちゃうんですけど、全然どうぞどうぞ。ボール作るにあたっては例えばそのコアだけを一生懸命考えてる人とか、ディンプルだけを一生懸命考えてる人とか、こういろんな専門家の集合がボールを作ってるので、まあ、それぞれの中でこの最後こう組み合わせる設計担当みたいな方が、うん、うまくそこにルールに合ったものっていうのを最後こう調合するみたいな、味付けをするみたいなところあるので、うん、まあ、そこでしっかりそのルールに沿ったものの中で、まあ、極力プレイヤーの方が、まあ、楽しくとかよりパフォーマンス高いものを作っていこうっていうのは、まあ、変わんないだろうっていうことなので、考え方はなので、まあ、そこに向かって、まあ、一生懸命やっていくっていうことなのかなというふうに思ってます、はい、なるほど、まあ、でもちょっとねゴルファーにとってはちょっと大きいね。そうですね、あのルール変更になりますから ね、こう大きいっていう人がいたり小さいっていう人がいろいろ意見はあると思うんですけど、まあ、何かしらはね少なくとも少なからずあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それがこうより楽しい方向になるようなものを我々としては頑張って作っていくっていう、まあ、それしか言えないかなって感じですね。まあ、そうですね、まだね、キュービーさん的にはどうなんですか。いや、やらなきゃしょうがないんだと思うこれは。まあ、現状で言うとね、なんでかっていうと、そのやっぱりもう今もう距離がとにかく伸びちゃってるから、うん、男子ツアーなんか行くと変なし、ミドルでワンオン狙いでロングは基本全部ツーオン狙いってやると、うん、プレー時間かかるわけですよ、うん、待ってなきゃいけないからね。でそうすると、出れる選手が少なくなってっちゃうわけじゃないですか。だから、うん、もうすごい僕一ゴルファーからしたら、なんで飛ばないボール作る必要があるの、もったいない技術みんな頑張ってやってんのにって思うんですけど、その選手とかの運営とかってことを考えた時に、若い選手の出場機会がなくなってしまう可能性があるって考えると、もうしょうがないかなという気がしますね。結構聞いたのが、まあ、コース側の事情もあるらしい、うん、そうだね、で、まあ、その伸ばさなきゃいけないのっていう話だったりとか、うん、もうそれがやると結構なメンテナンスなんで、ね、うん、お金もかかるしね。そうですね、うん、そうですね。でなんか面白い発言マキロイがしてたんですけど、今後それルールが改正されたことによって、ボールは飛ばすんじゃなくて今後は技術が求められるスポーツ、もともと技術だったのにそれが戻ってくるっていう、ね、うん、そう聞いてどうですかキューブさん、技術っていう。要するにね、それなんでかっていうとね、昔のパーシモンっていう素材があって、木の素材だったよね、あれはもう嫌でもバックスピンかかったの、スピン量が多くて、であれがスピン量多かったから、スピンを減らすためにみんなちょっと上で打ったりとか、どうやったらスピンが減るかなっていろいろ研究したわけですよ。それをまたやらなきゃいけなくなったっていうことね。今のクラブとボールってもうポンって打てば適正な弾道になっちゃうから、うん、で御社もそうですけど、ね、それができなくなるんで、ちゃんといいとこでこうボールを、いい適材のところで適材のボールを打つっていうことが大事だ、うん、になるんだろうなってことだろうね。まあ正論ですよ、うん、かなと思う。まあいずれにしろね、決まったルールに沿わなきゃいけないのがこれは、ね、ね、競技ですから、そうですから ね、 、はい、ね、しょうがないんですけど、まあね、だからまあどうなりますかね。そうですね、まあまあ、ちょっとだけまだね時間ありますけども、まあ、その間にこう、ね、だんだん決まっていくのかなというふうに思います。なるほど、分かりました、まあ、今後もね、はい、ゴルファーが楽しく、はい、そうですね、いいスコアが出るような、そうですね、クラブ作りないし、はい、ボール作りっていうのですね。あと、まあ、うちはスクールですとか、あ、そうですね、いろいろ上達のこう手伝いもできると思いますので、うんうん、はい、はい、ありがとうございました、はい、今回はブリヂストンゴルフ、はい、ブリヂストンスポーツ、はい、ブリヂストンスポーツの浦部さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。